Thank you.
ですよ、自分の声。大丈夫です、ありがとうございます。おっさんだね、声が声じゃん。いい感じだね、これいい話ね。ライブ4本で次のライブは教えてしんちゃん2024年1月21日1年後です。教えてしんちゃんは1年後ね。あの年一年一おのおのまたあるんですけど、あの福田の教師はね来年2月の11日越谷Bロードでありがとうございます。やります、よかったら来てください。あのソウルさんでね。違う、これ俺も出る。あ、そうそうそう、たけしさんも出ます。私1月20日に菅野師匠マイルス・ケネディ のハードロックコピー版をやります。スタート3時早い獅子王のオーナーさんが9時まで終了してほしいっていうから、スタートがなんか早くなっちゃう。じゃあ2曲目なあ2人で声が変わらなくなっちゃってなあああどうかわじゃあ涙の色はきっと鈍い僕には似合いしないかな。
そう。次はヨッシーさんがメインボーカル。ドラムバイクが入るんで、リムショット入れないです。カーカーって入れない入れない方がいすみません。予定とちゃうやん。ごめんね。曲。今回は次の曲誰がメインですか。次は神手。神手なんだ。次はヨッシーさん。はい、ヨッシーさんメインです。はい、どうぞ。そっちからやね、そっちからでしょ。何がいいから、何回いいから、ロスコスがみんなで、ロスコスがみんなで、待って、やっぱ裏やつまでごめんね。もう段取りがね、1回しかスタジオ入ってないから。スタジオ入っただけすごい。
なんちゃって石じゃん。しかし教えて石じゃんね。なんちゃってじゃない。内容教えてくれるのかな。さあそこで石さんが石よれ。次はたけしボーカルです。たけしよれ。たけ歌えるのかな。Thank you.
次は私メインでお願いします。みんな手伝ってくださいもうみんなに助け求めるよこんな声で楽しいレボリューションになります。最後にケンタバレーションしてみたいと思います。ありがとうございました。頑張ります最後まで。俺は教えて石井ちゃんでした。また来年会いましょう。なんちゃって石井ちゃんさあ次は終わった後で
さあ、みんなありがとうございました。ありがとうございます。一人食べてた。たけしは大晦日までやるみたいで、明日もね、明日朝って。じゃあまた来年も元気にお会いしましょう。教えてジュジャーでした。良いお年を。ちょっと待って待つ、ちょい待て、先まで先仕入れる。待て、でもなんか去年と比べるとあったかくないですか。準備が普通で、あったかい、あったかいね。ちょっと下さ、もう引き入いたんですか。すごいじゃん。私もほら、暑いのよ。寒いかなと思って。パンツ濡れ濡れだよ。やだ、もっと濡れ濡れになって思ってください。じゃあ教えて、いじんちゃん。せーの、教えて、いじんちゃん。Thank you.
教えて、いったーでした。来年もよろしくお願いします。